イメラジオ第五千百八十七回。今日は令和五年六月十八日日曜日です。時刻は午前八時。爽やかな朝。今日は天気がいいですね。梅雨はまだ終わってないはずなんですけど、昨日と今日晴れています。 ただしまあ夏の天気なので紫外線が強い晴れてるって言っても遠くは霞んで見えないあ、木ももう見えないですね今日は港のランドマークタワーもパシフィコ横浜もぼんやりって感じです冬の頃はここからベイブリッジを走ってる大型トラックまで見えるんですけど きりとしてね、もう夏はそういうものは見えません。さて今回は青汁ヒルズでの黒川カワ外戦こんなタイトルですね。黒川さんが青汁ヒルズに行って外戦されたようです。その外戦って言ってもなんか最初にノリットみたいなのを わっと上げてそれで拡声器を使ってあのもういろいろおっしゃってると「青汁王子がいかに悪いか」ということででそれを青汁が自分のチャンネルの動画に上げて「こんなことやってええんか?」 という、そういう問いかけをしていますね。よくないと思います。で。青汁。と黒川は。あの。もともとどっかで何回か会ったことある。ななようです。で。青汁は。立花とも、あの。 まあそこそこの信仰があってそして立花が幹事長ですって連れてきたのが黒川なので、まあ、当然黒川と青汁が何か接点があったとしてもそれは不思議じゃない。でところが立花黒川のお二人が手入れして。 もう転の敵みたたいになっっちゃったわけです半年ぐらい前まではね党首幹事長だったんですけどまあ諸行無常というんでしょうかそのフグ大転の敵となりそして青汁はっていうとまああんまりそういうことには関わり合いたくないなというそういうスタンス。けれどあの その黒川さんが「青汁さんのお金が反社に回ってる」というふうに言い始めたんですね。これは本当にそんなこと言ってんのかなと私も自分で聞いてなかったのではっきりしてなかったんですけど今回青汁が自分のチャンネルでその黒川さんの音声流してましたね。はっきり言ってますね。 ホリエモンや青汁から反社にお金が流れているぞとでこれはもう全く根拠がないお話なので、まあ、要するに黒川さんのものそうなわけですよけれどそれに基づいてですね黒川は青汁は悪いとで 大津彩香さんをいじめているとこれはもう成敗しに行こうっていう感じで青汁ヒルズに行ったんでしょうねでなんかその青汁ヒルズのマンション名とか住所とかもでかい声で連呼していたようですねでその目的はおそらくこれを見た皆さんも ここに来て似たような外宣やりましょうっていう、そういう意味だと思われます。で、青汁さんとしてはたまったもんじゃないわけですね。でもあの青汁と黒川の間では、あの一旦。和解って言うんですか。もうどっちもお互いを攻撃しないっていう。そういう、まあ口約束ができてはいたらしいんです。それも音声として。あげてましたね。 青汁さんがけれどば黒川さんからするとそんな口約束何のそのという感じで今回の凱旋となりましただから橘さんがお住まいのところのマンションにも行って凱旋そして青汁さんが住んでいらっしゃるところのマンションに行ってやっぱり凱旋黒川さんは今こういうことをやってるようです。 そしてそれが大津党首のあの指令で黒川幹事長がやってるのかそれとも大津さんとは関係が直接ない翼の党としてやっているのかあるいは翼の党とも関係がない黒川さんがもう個人的にやっているのかなんかそういうことをなんか立花さんは。 問題にしているようですねさっきの外旋にも立花さん現れてで立花さんまで画面に映り始めてそれで黒川さんに一体大津さんから命令されてこれやってんのか幹事長48党の幹事長としてやってんのかそれとも翼の党なのか個人なのかとか何とかそれを問い詰めてましたね。 ただもう黒川さんももう橘さんを相手にはしていないようです。で橘さんを相手にするんじゃなくて青汁そして転調したと堀エモンところにも行きそうですね黒川さんは。ですから堀エモ門もなんかこの問題について知らねえよみたいな感じであの関係ないっていうふりしてましたけど堀エモ門だっていつまで。 その知らないふりできるかわからないですねこうなってくると。でこのような、まあ、住んでらっしゃるところに行って凱旋かけるっていうのは、まあ相手ビビらせるっていう意味があるのかもしれませんがもうこうなってくると誰も何にも言えなくなってくるじゃないですか。さっきの青尻にしたところで一旦和解したのは。 まあ関わり合いいたくななだからまあある種言論テロみたいなあのことを黒川さんやってらしてでそれを喜んで見てる人がどうやらいるみたいですねこんなことやっていいんかとかこれおかしいぞとかっていう声よりはなんか「黒川頑張れ」と「いいぞ」と。 体張っててパフォーマンス面白いぞともっとあの金持ちの悪をやっつけろみたいなこういうなんか声が大きくまあだから黒川さんやってるんでしょうね。おそらくその黒川さんにせよあの翼の党の面々にせよこういうことが非常にあの問題のあることなんだつまり個人のマンションの前に行ってでかい声拡声器で出すっていうのはね これが問題あることなんだというのは、もう100も承知でやってらっしゃるんでしょうね。で、なんでそれやるか100も承知でなのにって言うとあ指示されると見てもらえると、そういうことがもう。あの経験でわかってるからなんでしょう。何度見ますかそれを消費してる。あのまあ、リスナーというかオーディエンスがいるわけですね。 黒川さんっていうのは NHK 問題とは全く興味もないのにけれど NHK 党の幹事長としてそれでつまり橘さん濱田さんは NHK 問題そして黒川さんはあの、まあ、補修運動とこういう感じでで濱田さんも時に補修っぽいあのお話をされてましたからその意味では親和性があったのかもしれないが。 もともと NHK 問題に何の関心もなかった黒川さんでありで一旦立花さんから「もうあの手切れします」って言われたらもう政治力はゼロ。で結局今やってるのはこういう言論テロということですね。で何度も言いますがそれ面白いのであの拍手を送ってる人たちはいるようです。ただ翼の塔の面々はこういうい のどうう見見てててるるんででししょょねここれいいととだと思っあの黒川さんの周りにはそれなりにあの支援者みたいな人今もいるみたいなんですけどあれ翼の通の人なんでしょうかそれともまた別な人たちなんでしょうかその翼の通って今何人いるか知りませんがそれこれいいと思ってるんでしょうかあと去年参政党とバチバチ対立してた時によく出てたあの「 女の人なんですけど最近全然出なくなりましたねあの市会議員ということで今年選挙があるで橘さんは落選運動やるぞっていうふうにおっしゃってはいましたがまあ橘さんが落選運動をするにせよしないにせよあの女性の方なんかも今回の頃ね凱旋しかも個人宅の前に行ってっていうだから周りはシーンと静かなとこなんですよ。 それどう思ってらっしゃるんでしょうねあの女性の方も立花によると黒川さんと一緒に住んでらっしゃるというそういうことらしいんですがまあ青汁さん困ってですねもうこんなことやっていいんでしょうかみたいなで巻き込まれてしまいましたあれ本当に困ってんでしょうねあの近隣の人にもそりゃ迷惑ですよ。いきなり 誰かやってきてきノリと大声で器で開けたら誰もびっくりして窓から見ますよね、まあ、それが目的なんでしょう。そして何度も言いますがもうこういうことしか黒川さんには政治的なあのリソースがないんでしょうね。でこれ非常に良くないことです。さっき言ったよりもう相手ビビらしてもう言わせないようにしようというそういうことなんだから。でももう 誰も止められない大津さん大津さんもなんかだんだんとなんか本性を表してきたというかあのこの大津さんもこの青汁ヒルズに行ったことがあるとかないとかでなんかいろいろ言ってましたねだから大津さんの本性もちょっと見えてきたこの人ね ま言わないことにしましょう。その大津さんを連れてきたのは立花さんです。で、大津さんが今も当主なんです。それは立花さんがそう。決めて立花さんがそう手続きしたからそうなんです。で、黒川さんを連れてきたのも、立花さんで幹事長に据えたのは立花さんです。もう全部立花さんの身から出たサビなんですよ。これはね。 ですから立花さんも今回の外戦に姿を荒らして「お前やめろ」みたいなことも言ってはいましたけどそんなことを言うより何よりこの大津にせよ黒川にせよ立花が連れてきて立花がデビューさせたんじゃないかそしていまだにねやっぱりもう大津党首そして黒川幹事長そして立花浜田斎藤こういった方々はね48とは関係のない誰かなんですよ法的にはやっぱり。 法務局があの「大津さんのサインもいるぞ」って言ったのは、まあ、係争中であることは明らかなのでだからそれを係争中である時に前の当主の了承があったんですかとそれの確認はいりますよと当たり前の判断ですね。で立花さんはご自分が大津さんに今年の3月でしたか2月でしたか当主を譲りになりで 全部の権限を追い譲りになった時にはそういう前の党首のサインで新しい党首のサインというそれを認めあの求められなかったとか言ってますけどそれは普通の場合はそうでしょう普通の場合はもうあのこの人が次の党首ですああそうですかと。ところが今回はもう争っているのでそれだったら片っぽだけの要求で党首の変更は法,あの法務局としては認められない当然総務省も認めないと。 だ、夢ラジオではもう48党はもう大津黒川のものなんだからもうこれどうしようもないので政党助成金も含めて、まあ、諦めてであの債務返済をもうしょうがないから大津黒川に一任してそして新しい党で立花、浜田、斎藤この面々で頑張るしかないこういうことを夢ラジオではお話しておりますね。 橘さんはもう頭のいい人ですからその辺はさっと分かっているようです。なあもう48とはもうしょうがないとこの大津黒川そしてその他有造無造にもお任せしようとただ債権者に対してはもう顔向けできないよね債権者に対してはあの大津さんに、えっと、返済をお願いしてくださいというこういう物言いにならざるを得ないですね。 で立花としてはあのなんかリソナ銀行にあの支払い特則をやればお金戻ってくるつまりリソナ銀行には今2億円ほどの預金があってこれからどんどん積んでいくわけですからで、ね、生徒助成金がけどそれも本当なんですかね立花さんが言ってることはちょっとどれくらい信用できるかもう全然わからないっていうのが今回の騒動で。 これはこれで露呈しちゃいましたから、まあ,あの督促やったら債権者はお金が戻るのかどうか不明です。まさにもうあのもうなんか抜けられたいって言うでしょうか、あり地獄って言うでしょうか、そういう状況になってきました。立花さんがご自身で舞い立たれ。 ほっとほっとお困りですね立花支援者これ見てどう思うんでしょうねあのちょっと聞いてみたいとこですよイメラジオ今回青汁ヒルズのお話でした日曜日の朝です